投資信託を考える第35回ですね。静川行政書士事務所、行政書士 FP 事務所の静川でございます。今回はまた J リートファンドの話に入っていこうと思うんですが、リートをいくつか紹介してきてて、先週今の J リート市場の現状というか、こんな感じになってますよというね、市場の規模だとかっていう話をした中でですね、一応投資信託を題材にした動画シリーズなので、個別のリートの話はせずに、それについては、ストックステーションの方に、任せようかなと思ってますんで、こちらではリートファンド、要はリートをいくつか組み入れて投資信託にした商品の話をしたいなと思います。で、多いのがやっぱりその東証リート指数に連動する、インデックスを東証リート指数としているファンドか、もしくはアクティブファンドってことなんですね。他の指数がないので現状、もっとね、リートの銘柄数が増えてくれば、この業種だけ、この用途だけを組み入れた、ファンドなんかもできるんでしょうけど、今のところはちょっとそれどころではないので、限られたね、56銘柄でしたっけ?ぐらいしかない、リート、J リートですから。アクティブファンドとしては、だから、東証リート指数よりもいい、パフォーマンスを叩き出さなきゃいけないと、そういうことですね。で、中身の方なんですけど、東証リート指数の、まずは説明ですね。東証に上場するリート全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数ということで、トピックスとかと同じような計算方法になりますね。その値傘株がうんぬんかけなく時価総額で、指数を出しているというような形のインデックスになります。J リートの代表的なインデックスであり、かつもうほぼこの指数しかないと言ってもいいような、当初住宅用リート指数とかそういうのもあるんですけど、それが何かに活用されているかと言われたら全然、活用もされてないので、もうほぼほぼこの指数をしか、インデックスないと思っていただいて、今のところはいいかなと。で、多くのパッシブ運用、インデックスファンドがこの指数を採用していますんで、非常に重要な指数であります。その他、詳細な情報は、前回の投資信託を考える第34回をご覧いただければ、リート指数、J リートの、J リート市場、どんなものか、なんとなく分かっていただけると思います。そんな東証リート指数、全銘から入ってますんで、この指数を見りゃ、だいたい J リートの動きも分かるということなんですが、中身どうなっているのかということで、東証リート指数の用途別構成比率を、出しました。オフィスがダントツで多いんですね。イメージ通りですかね。どうなのかわかんないですけど。まさかっていう方もいらっしゃるのかわかりませんが。で、あと総合型。総合型とこれ複合型を一緒にしちゃってるんですけど、総合型ってのは、あんまり用途関係なく、いろんな、ビルを買うことができるような投資信託が総合型ですね。で、複合型っていうのは2種類の、用途を組み入れることができるものみたいな説明をされてますけど、結局、特定のこれっていうものでないものについては全て総合型に入れて計算してます。で、住宅、小売、物流、ホテル、リゾート、ヘルスケアということで、そう考えると、海外もののリートよりも、住居の割合はやっぱり低いのかなっていう。住居、ヘルスケアの割合。なので、より景気に敏感だなっていうようなのが、こ
このリート指数、東証リート指数のパッと見た印象ですかね。まあ、オフィスは当然高いのはあれですけど、住宅意外とないんだなっていう、まあそこまで大きいマンションがないのか、あんまりリートでマンションを運用しようっていう文化がまだ根付いてないっていう話なのか、難しいとこですけど、まあ、こんな感じになってます。で、後でというか、来週以降のところで海外リートとの比較はしてみ、見たいと思います。で、組で上位10銘柄ということで、代表的な、ね、日本ビルファンド投資法人が組入れ比率で一番高いと 9.53% ということで、と、まあ、だから、大きいですよね。ビルファンドの値段が動いたら、ね、9.5%、10% 弱、リート指数動くっていうことですから、ウェイトかなり大きいですね。1位と2位で、ね、20% 弱、18.5%?18.6 ぐらい。ジャパンリアルエステートと。っていうことを思うと、やっぱオフィスのウェイトはやっぱり高いんだなっていう気しますよね。この2つだけで 20%。ちなみにこの上位10銘柄で、50% ぐらいあるんですよ、確かね。ウェイトが。上位10銘柄のウェイトが 59.09% ということで。あとは、もう、まあ、大したことねっていう話なんですよね。これでもう 60%、6割近く、ウェイトを占めてるということですから、ここの10銘柄の割合がかなり高いと。で、まあ、今までよく見てきたプロロジスとかありますんでね、6位のところですけどね。これ。プロロジスの日本の、投資法人とかも入ってるんで、まあ、プロロジス強いなと。ね。という感じです。こんな上位10銘柄ですね。仕事別の1年間の平均騰落率を出してみました。用途別というか、業種別というか、投資リート指数全体のですね、これが。で、そうすると、まあ、複合型は総合型にすいません、入れてしまっていますが、ちょっと、まあ、複合型だけで見ると、積水のリートファンドかな。リート、積水リートがすごく、パフォーマンスは良かったんですけど、そこは走行型に入れてしまってます。そうすると平均ガタッと下がるんですけど、物流がなんせ良かったと。この1年間。物流、住居、住宅が非常に良いパフォーマンスだったわけですね。で、まあヘルスケアが数少ないながら、パフォーマンスも良くないということで、まあ、社福、老人ホーム、なかなか厳しいということのようです、今のところは。まあ、何が悪いのかというか、あんまりその売買が活発じゃないから、投資家にあんまり使えてないのかもしれないですけどね。投資口価格をあくまで、の騰落でしかないので、難しいところですけどね。で、まあ、物流が1位。で、まあ、オフィスとか小売りとか思ったより良かねえなっていう話なんですよ。まあ、なので、リートファンドを選ぶんであれば、ここの割合が高いものを選びたいよねっていう話なんですよ。ただ、さっき見たように、J リートは非常にオフィスの割合が高いですから、こううまく運用してくれるファンドはあるのかどうなのかというところです。で、J リートファンドのランキングを今度取ってみましたが、1年間のリターン、取ってもらった純資産残高のそれぞれ、上位5銘柄
を引っ張り出しました。で、13残高の3銘柄については、以前 J リットファンドを、有望な J リットファンドを探せでしたかね。の、投資信託考えるの、結構前の動画ですけど。で、3つ、多分この上位3つだったかな。を取り上げましたんで、なんとなく商品、そちらご覧いただければと思うんですが、リターンが良かったのはここら辺、この、この5銘柄なんですね。で、ちょっと5個も取り上げてると時間がかかっちゃうんで、とりあえず上位3つだけ、業種別、用途別の、組み入れを、このような形で出してみました。濃い青がですね、一番左の濃い青が東証ノーリート指数の、組み入れ比率。で、次、水色が大和 J リートファンド。この1年で一番、パフォーマンスの良かったものですね。で、次、フィデリティ J リートアクティブファンドがこれ緑ですね。で、野村の J リートファンドがオレンジと。野村の J リートファンドは結構評判がいいんですよね。結構、リートの本とか見ると、野村のこの J リートファンドが勧められていることが多いのですが、まあ、安定性が高いとか、受賞歴が結構あるとか、そんな話なんですけど。で、野村はまたちょっと見にくくて、ホテルと小売とヘルスケアが、なんかね、レポート見るとその他 20.2% みたいな書き方されちゃってるんで、ここがどういう割合かわかんないんですけど、まあ、出しゃいいんですけどね、計算してね、で、結構特徴的なのは、やっぱりオフィスはどこも、リート、普通の東証リート指数よりも、やっぱり少なめに設定してるんですよね。それぞれね。オフィス少ないと。いうところはやっぱり売りなんだと思う。で、野村が特に評判いいのはこの辺のオフィスの少なさなのかもしれません。で、物流と住居、まあ非常にこの1年パフォーマンスが良かったということですから、ここの割合ですね。やっぱ物流はそれぞれ高い。この3名から高い。そして住居が、野村高いということで、まあこの辺が野村がね、いいファンドだって言われるゆえんなのかもしれないです。ただ、なんか野村総合型多いんで、総合型多いとなんかね、パッとしないですよね。なんかこうやっぱりちょっと、このファンド、このリートファンドは、やっぱりこの業種が多いのが特徴なんだぜみたいなのがちょっと欲しいかなと思ったりするんですけどね。というかし、まあ言っても56銘柄しかない J リートのファンドで、まあ大体30とか40とか、40銘柄、50銘柄ぐらいを組み入れてるものが多いので、そこまでね、やっぱ組み入れ比率だけで変えられる限界っていうのもありますんでね。こんなところなのかなと。で、ちょっとこっから先は、まあ、この先どうなるのっていうところは、皆さんの相場感かなと思います。もちろん、住宅、ちょっと景気は寒いのかもしれないねってことであれば、やっぱり安定性の強い住居ヘルスケアが、いいんじゃないかと。で、いや、こっからまたさらに景気が良くなるんだというような相場感であれば、物流、総合型ちょっとなんとも言えないですけど、オフィス、で、まあ、氷がいいっていう話もあるかもしれないです。で、あと、ね、インバウンドがさらに、ちょっと冷え込んでますけど、小売自体は。ただ外国人の訪日外国人数自体はそんなに、悪くはないんじゃないかっていうことであればホテル。まあ小売はちょっと三角って感じですね。大型店舗とかちょっとやっぱり厳しいので、特にその百貨店とかが厳しい状況を見ると、で特にあとイオンとか、セブンアイもちょっと厳しくなってきてるっていうところで、で小売の、ただ小型のね、小売の一角は株価は堅調だっていうところを見ると、ちょっとリートっていう意味での小売は厳しい状況なのかなっていうような気はしますけどね。っていうぐらいで。これはちょっと個別の銘柄選びの参考になればなというところですけど。
で、次、純資産上位ですね。ちょっと一旦戻りますけど、純資産上位、この5銘柄で ありまして、で、業種別出そうと思ったんですけど、日清と新規と新興、業種別のですね、割合をさっと出してくれてなかったので、1位と5位だけ引っ張ってます。この J リートリサーチオープンとの一番その純資産残高高いんですけど、結構特徴あると思いません？総合型がまあ多いっていうのと、オフィスが少ないっていうこと。で、住居が多くて、で、小売りも少ないでしょ。結構特徴的ですよねっていう。総合が、なんかね、総合は結構いろんな、建物に投資しちゃうんで、これ、それが、その中でどう配分されているのかっていうのは判断しにくいところがありますけど、そういう意味では、安定性重視なんだなっていうような感じを、が受け取れるかなと思います。で、確かに、その、純資産残高が高いっていうことで、ね、例えば銀行とかで買ってる方が多いのかなっていうことで言うと、そういう確かに安定性重視の面が出ているなというようなことがわかるファンドではありますよねっていうな感じです。このダイワ J リートもさっきの J、ダイワ J リートファンドとまあそんなに組入れ比率は変わらないんですけど、まあ、物流が多いとかね。物流が多いんで結構、パフォーマンス良くても良さそうですけど、住居が少ないんで。うん。っていう。あんまりまあ、東証リート指数と大きな違いがないかなっていうような感じですけど。まあ、そんな中で、まあ、この辺に曲げた、この、純資産残高が多いところか、リターンがいいところか、3年間とかのリターンで見ると、すいません、ちょっと、3年間とかのリターンで見ると、フィデリティのこの J リートファンドが一番いいんですね。次の村かな。まあ、そんなに、上位の顔ぶれは変わらないですけど、リート指数よりかはどれもいいです。パフォーマンスは1年で見ても3年で見ても。なので、リート指数に限り、J リートに限っては、特にというか、インデックスじゃなきゃいけないってことも、そんなに強くは言えないのかなと思ってます。低い信託報酬の商品を選ばなきゃダメだと、低コストの商品を推進するですね、信者の方に申し訳ないですが、J リートに限っては今のところそういう状況になっています。ただ結局わかんないやっていう人は、リート ETF もありますし、リートファンド、まあ、信託報酬の低いインデックスのリートファンドを買っていただいてもいいのかなというところですね。ということで、今回は、こんな内容になっておりました。はい。ご質問、ご要望、ご依頼、どしどしいただきたいなと思っております。ぼちぼちちょっと振り返り動画というか、結構半年ぐらい前にやったファンドとかが今どうなってるのかっていうのをお送りしようかなとも思ってるんですけど。それできたらいいなっていう希望です。ということでですね、J リートファンドをいくつかということだと、東証リート指数についての話をさせていただきました。リート指数、そうですね、ちょっとリートを伸び悩ん、J リートに関して特に伸び悩んでるところもありますが、やっぱり分配金高いのいいよね。3% 半ばぐらいのね、分配金利回りはなかなか美味しいよねっていうことを考えると、
毎月分配にするにしても結構、ね、安定的に分配金出せるっていうのは悪くはない商品かなと思いますね。何度も言ってますが、私は、毎月分配をの批判論者ではありませんので、使いようによっては、というか、まあ、ある一定の使い方をすれば、毎月分配は悪くないと。ただ、若い人がね、持つ分には圧倒的に不利だっていうのは思ってますけどね。まあ、そういう、まあ、うまく使えれば、Jリートファンドも、資産設計としては非常に使えるかなと思いますので。ということで、投資信託を考える第35回、以上で終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。